上地流空手道始祖上地勘文は1877年沖縄県北部の泉という山村に生まれた。1897年成人を迎えた勘文は、当時 T と呼ばれていた空手が那覇などの都市部で盛んに研究されていることを聞くに及び、源流である中国拳法の修行を志し、本場である中国へと旅立った。日清戦争終結後という不穏な情勢の中、勘文は福建省福州にて門外不出と言われたパンガイヌーンという拳法の修行を開始。排日感情が蔓延していた当時の中国人社会で、勘文はそのハンディキャップを乗り越え、途中6年余りで朝に夕二の修練は万事成就せりと師や諸先輩に言われるまでになった。1908年先輩諸師の勧めにより、勘文は福州南庄にてパンガイヌーン拳法社という道場を開設するが、不幸なことに門弟の一人が人を殺めてしまった。弟子の過ちに自責の念に駆られ苦悩した勘文は、隠籍して道場を閉鎖、日本へ帰郷した。以後10年余り拳法について口を閉ざした勘文であったが、その実力は風の噂で広まっていった。1926年伝授を請う者の真摯な願いの高まりにつれ、勘文はついに拳法の伝授を決意。和歌山県和歌山市にてパンガイヌーン空手研究所を開設。友寄龍雄、上原三郎、後には子息上地寛永など現上地流の主柱となる人物を指導した。勘文より免許を授かった上地流空手道振興会始祖上原三郎は、1932年大阪府大正区に道場を開設。前振興会副会長である実弟の上原二郎、長男である現振興会総本部館長上原武信、そして前振興会理事である次男の上原信一を指導。そして戦後間もない1946年三郎は沖縄へ家族と共に帰郷する。翌1947年には故郷沖縄で指導を始め、現振興会会長宮城清三郎、前振興会副会長宮城昇、現振興会理事上原清吉が門弟となった。以来三郎は生涯を閉じるその2週間前まで指導にあたり、1965年8月永眠した。現振興会修武館総師範である上原勇は、1939年三郎の四男として生まれ、11歳より父三郎に上地流空手道を師事した。24歳の時心に期するところがあり上京。東京オリンピックの翌年にあたる1965年に新宿区弁天町に道場を開設。以来始祖上地勘文、そして父であり師であった上原三郎の技と精神を伝承するため、東京を中心に田村誠師範とともに上地流の普及発展に尽力している。
はい、普通空手と言いますと皆さんご存知の通り、まず正拳、手刀、それから背刀というふうに、大体それほどの数はないと思います。ところが上地流の場合にはこの手首からこの指先まで実に10種類以上の使い方があるんです。まず正拳、それから裏拳、それから手刀、背刀、母手拳、それから貫抜き4本、それから2本という形もあります。それから小拳刀、それから長甲拳、それから手甲拳というふうにいろんな形があります。その都度肩を使っているときにそれが変化するわけです。ですから私はこう思っております。お年寄りがよく栗の実ですか、あれなんかをこう握りますね。ところが空手をやっていると我々は背にこう動かしているわけです、いろんな状態で。ですから脳の活性化にも非常に役立つということをぜひ皆さん方に知っていただきたいんです。そしてこの使い方ですけれども、攻撃もさることながら攻撃した瞬間反撃も同じような方法でいく場合があります。ですからこの指にしろ抜き手2本、それから弾き、これ我々は声の尻尾打ちと言ってますけれども、こういう状態なんかも非常によく使います。ちょっと 2,3 例をやりたいと思います。ちょっと中段付けて、ついて、手甲拳で受けます。そのまま目ですね、目ですね、はいはい、それから、はい、平手回し受けで受けて抜き手でいく場合もあるし、小拳刀でいく場合もあります。はい、それから、はい、バンと受けて背刀ですね、あるいは受けて手刀、それから裏打ちというふうに多彩な方法があります。ですからその都度その状況に合った状態でスムーズに小拳刀であったり正拳であったり母手拳であったり、いろんな方法でできるような形で日々我々はイメージしながら練習しているのが我々の練習方法だと思っていただければ幸いです。上級者に、教えている形ですけれども腰拳というのがあります。こういうような形できます。でこれは相手が後ろから絡んで捕まえに来た時に一歩踏み出して相手の筋敵、要するに男性の急所を当てるということです。反撃するということです。じゃあ実際にやってみましょう。はい、これが腰拳です。大優勝団
大事よ。今三つの方を演じましたけれども、この三つの方のうちの対極初段、これは私の父もう個人ですが上原三郎が扶助士それから三鎮の補助方として構成された方です。それから二番目の第二神父と三郎白神は私が昭和40年から東京新宿の方で開始した時以来の私が創作した方です。ですから上地流でもこの3つの方は、体力初段は沖縄の方の私の実家ではやっておりますけれども、第二シーファーと三郎白神の方は東京の私たちグループだけだと思っています。会社部
じゃあ伊勢さん。二生さんの弁解レッえいっ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 セイチン。
チーム会分解ね。感情分解はい。
酸性類。鍛金は上地流空手道の根幹をなす鍛錬方法である。振興会修武館では統一型、握り亀などの器具使用の方、金外鍛金の方、保存型の4種類を行い、入門初日から一度の稽古に3回行うことを必須としている。白帯は統一型を3回、茶帯は統一型を2回と器具使用の方を1回、黒帯は統一型、器具使用の方、金外鍛金の方を各1回行う。また保存型は鍛金の原型として時として講談社が行う。振興会修武館では稽古の主中を鍛金とし、始祖上原三郎王の言葉、鍛金の前に型はなし、鍛金の後にも型はなしを胸中に秘め、日々汗を流している。息遣いは素早く鼻から吸い、間を保ちながら少しずつ短く吐く。吐く回数は目安としては一呼吸で6から8回程度。しかし各人の肺活量、体調により変わるものなので決まりはなく、また決めるものでもない。それぞれが繰り返し稽古していく中で体得していく以外はないのである。鍛金。
どうしよう。よいしょ。はい。金貝さんち。金貝三鎮の方は1対1で行う双方の筋力と持久力を養う鍛錬方法といえる。三鎮の稽古では体調や精神状態が大きくその動きに作用するので、常に良好なコンディションを保つことも一つの鍛錬であり寛容なことであるが、特に金貝三鎮の場合にはその時々の体調に動作が作用されるので、指導者は各人の力量に合わせた指導をしなければならない。
試し寄りとして1巻目でも単発で足、手、すね、はい、などを棒で折ってきました。今回はそれに対して板を加えまして3方割り、そして最後にカッパイで棒を折るという荒技です。しかも麗しき女性が行います。側線蹴り、手後剣、はい、裏剣、はい、肘、はい、すね、はい、振り肘、ブロック、手刀、はい、以上7方割り折りです。
はい。2巻目を見ていただいてお分かりの通り、2巻目は肩を中心とした演舞を演じました。しかし肩だけでは分かりません。よって我々は実際にその肩の動きとともに行うような分解をやりました。部分的な分解もいいんですけれども、リアリティに欠ける、実践的に敵という言葉を使いたくありませんけれども、相手の攻撃を想定して実践的にお互いに間を取り合ってやり合う。で、これも非常に大事なのは信頼関係です。どっちかが一方が思い切って突き込んでいけ、蹴り込んでいけとなってきたときに、非常に連打で動いていますから危険があります。ですから再三申し上げますけれども、信頼関係と和と協調が上地流の空手では最も大事なことです。そして最終的に行われました棒織り、板割り、これは全て継続した流れの中で何年何十年という鍛錬のもとに行われて、あのような形ができるわけです。決してローマは一日でならず、どんな苗木でもどんなに栄養をやっても一昼夜にしては大木にはなりません。上地流で一番大事なことは常日頃の継続が何よりも大事だということです。その辺を分かっていただければ、上地流の空手道に対してご理解いただけるのではないかと思います。ありがとうございました。